廃線図花畑駅は、福岡県久留米市花畑一丁目にある、西日本鉄道天神大向田線の駅。駅番号は T、T28。全列車停車駅であり、福岡方面からの多くの急行列車がここで、折り返す。乗務所所在駅の一つ。高架化工事による仮線。仮ホームで営業中の頃、島式ホーム2面4線を、持つ、高架駅。 二階部分に、コンコースと改札口、三階部分に、ホームがある。当駅で折り返す列車は、一旦、大無田片下り本線に引き上げた後、渡り線を通って上り線に入る。当駅止まりの急行は、大無田方面へ向かう下り普通に接続している。高架工事着工前は二面に線に、天城線の車両の留置線三線を加えた配置で、あったが、 高架工事に伴い留置線は大前寺駅に移設され、仮駅移行時には二面三線となった。また、ホーム内に鉢植えを設置し、ガーベラ、クルメツツジ、コスモスといったクルメを代表する花の増加を敷き詰めた、駅名表を設置するなど、花畑の駅名のごとく、花が溢れた構内となっている。 延べ床面積7084.65メートル通2020年度の1日平均乗降人員は6282人であり、西鉄の駅としては第19位である。各年度の1日平均乗車及び乗降人員は下表の通り。駅周辺は駅の高架化に伴って再開発された住宅地となっている。また、西口、東口に ロータリーがあり、西口ロータリーには、バス停留所が併設されている。駅前ロータリー内に、花畑停留所があり、西鉄バスによって運行されている。当駅から西鉄久留米駅とは、約900メートル、試験場前駅とは、約600メートルほどしか離れておらず、どちらも当駅から駅舎を確認できる。ただし、試験場前駅との間には、大きなカーブがあるため、 駅構内までは見えない。また、試験場前引く花畑間の駅間距離は、西鉄天神大牟田線で最も短い駅間である。ありがとうございます。